私の時間はきっと島村に盗まれている。私のこの気持ちは友情なのか、もっと特別な感情なのだろうか。ただ島村が友達という言葉を聞いて私を最初に思い浮かべてほしい。変な意味はない、本当にない、ただそれだけ。アニメ足立と島村、10月から放送開始。